中日、テレビで無双してしまうわらわら。ジャンプスポーツ、中日、遠く日本シリーズで優勝。くさ。オフシーズンは任せろ。まあそうだろうな。小笠原のおかげ。浜田、命かけて喋っています。わろた。パーン。中日ってやっぱオフシーズンの王者だわ。小笠原、中日は WBC 侍ジャパンに唯一勝ったから実質世界一。我々みたいなネタ。選手もネタにしてんだな、こういうの。こん時の小笠原素晴らしかったしな。みんな笑っててくさ。うおーおー、中日最強。中日ファンの栗林ちょっと呆れてる。ヒロト、WBC でシャンパンファイト参加できなくて帰ってきたら監督からシャンパンとケーキもらった。素晴らしい話。素晴らしい監督。素晴らしい話とか言うな、わらわら。普通にいい人でくさ。いいエピソードあるやん。小笠原ディスる、ヒロトよいしょ。名古屋キッズ、ピッチャーはいいのに打線が得点力低い。今のままじゃダメ。知ってる。ズバズバ言ってておもろい。とストレート。キッズ、監督の采配が良くない。投手交代のタイミングとか。小笠原、子供は素直ですからね。だいぶ毒吐いた。小笠原マジで立浪バカにしすぎだろ。小笠原トレード待ちか。立浪。明日の名古屋湾いつも以上に賑わってそう。これは命かけてる男。うなガッツ面白いわ。来年は自楽以外で面白くなりたい。やっぱオフはチュニドラや。